んだろう。ポッパ、パポー、パッパ、キタコメ。はい、すいません。あっとどうね。はい、ビジネスウェディング出ますよ。炎上します。ご案内はこれが出たと思うちょっとですね、太陽がかなり出てきまして、端末が熱暴走を始めている気がします。Google のどこで見られる、どっぴり素敵な指が映りました。わら、あらら。今、モバルータを再起動してました。どこもでお送りしてます。やっぱパソコンか、熱暴よ、無理に高く上げないのは航空砲の停電。夏の熱対策は大変やね。午前中から熱対策気にしてたもんね。失格です。夏の屋外は大変ですね。天然水スパークリングを住宅が液体化分取りを発生。わらわら、この中は熱弱いね。わら、ほら、そうかも。日本一赤字の空港の割とそばにある飛行空港の絡み、飛びすぎるとどこに行くかわからないからね。昨日は雨、今日は熱、外配信は大変、水たまりに出れば。あとですね、気圧センサーとかで、気圧を測りたいとかっていう時もですね、まあ、例えば温度センサーとかもありますけど、センサーが反応するまでの時間っていうのが結構長かったりするわけです。今の見てると、起こってくるまでに、数十秒で起こってきちゃうわけですね。そうするとですね、なかなかですね、有効な、その気圧データが取れないとかっていうこともあったりするので、なかなかその辺の、あれは難しいですね。これ、今ですね、この土手の上にいる感じなんですけど。よいしょ。ある程度対空できないとね。対空時間が短いからね。ずっと降る稼働は電気食うからね。わらわら、寂しい。形状が変わってないよ。これで、ローバーリターンしたら面白いのにな。ほらだ、記録開始取り紙何を使うかもぼー。
あっという間に落ちてくるもんな。あ、ごめんなさい。違います。KI ですね。KI ですね。はいはい。KI。KI さんに変えます。三軸茶色の合成を時間が関わりそうだけど、ソリバンを打ち上げて定感させるという快挙。プロペラですね。次は9番目、KI高等学校の打ち上げです。何メートルぐらい打ち上がるの？今ですね、あれです、何でしたっけ、
ミラー側の配信をちょっと調整してました。はい、この後ですね、4時から、事後プレゼンがあります。事前プレゼンもですね、昨日の夜に放送しておりますので、放送詳細の方を見ていただければですね、この後の枠と、昨日の枠、タイムシフトまだ見れますので、ぜひ見てください。そうですね、そろそろ行くんですね。はい、そろそろ上がりますね、これね。上空250メートルまで、モデルロケットエンジンで飛んでいきます。はい、行きますよ。ライセンスが面倒だからしゃあなし。よっしゃ、頑張れ、ドキドキ。行きます。5、4、3、2、1。おお、回ってる回ってる。おー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 、すげえすげえ。回転してる。さあ、すげえ。帰ろう。思ったよりちゃんと減速するもんですね。でもやっぱプロペラはやっぱ折れちゃうんですね。それは相手に作るじゃないですか。あれであるじゃないですか。 MIT の物理の教授の虹を作るんですはいはいはい、皆さん
長田さんのカメラ、長田さんのカメラ、距離がね、望遠なんで、なるべくあれしますけど。はい、ありがとうございます。はい、というわけで次が次ラストです。結構ですね、暑くてですね、ちょっと体力が。3G シールドの通信は諦めたというような説明だったような気がします。ですね、このチームはですね、ハイブサがですね、まあ、探査行った時に、糸川に行った時にですね、途中で、リモートで、プログラムを書き換える、運用をしたっていうのがですね、すごく興味があって、自分たちの観察も、ですね、後から、落下してる最中に、プログラムを書き換えることができるかどうかっていう事件を、はい、してるチームです。観察っていうのはですね、高校生が、ロケットをですね、上空250メートルまで上げてもらって、そこから、放出した観察で、地上に降りてくるまでの間に、どんなことができるか、どういう観測をするか、そういうことですね、自分たちで目標を作って、観察を作って、はい、ちょっとごめんなさい、そろそろみたいです。そうですね。はい、行きますよ。まもなく打ち上げです。5、4、3、2、1。あー、これは自由落下している。自由落下だ。あー、開かない。
開かなかった。これキャリアも開かなかったんじゃないかな。落っこってきたのは1個だけに見えました。ですね、ロケットの中に、探査機がキャリアと呼ばれるケースに入って入ってます。なので、うまくいくとロケットから放出されて、キャリアと探査と2つが落ちてきます。なのでロケットと他に2つなんで合計3つ降りてくるはずなんですが、今のはですねロケットともう1個しか出なかったような感じです。なので多分ですねキャリアがうまく展開できずに、キャリアはですね、高校生が作ってます。ロケット側は打ち上げて、衛星を放出するところまでがミッションなので、ロケット側は これは、正常な動作でした。この状況でできたらすごいわ。想定していたトラブルよりはトラブルになっちまったな。こんにちは。あと一発じゃあ本格的になった。いくらか重構造のやつだと。ちょっと時間足りないだろう。押さえつけてでは企画内だけど、っていう話と膨らむので、それがティッシュをかかって蓋を防いでるんですよ。で、大瀬さんの時は確認できなかったんだけど、中津川のはそんな感じだったんですね。はい、というわけで、すべてのチームの打ち上げが終わりました。すべてのチームの打ち上げが終わりましたので、次はですね、午後4時から、結果発表のプレゼンがあります。今の、打ち上げを見てですね、どのチームがうまくいったのか、あのチームの結果はどうだったのかなと気になってしまった方はですね、次役を。もう一回やるみたいです。はい、ですね、もう一回、法政大人がですね、行くそうです。法政大人さん、確かですね、2番目に上げて、ドアが開かずに、墜落してしまったチームですけれども、再挑戦するそうです。再挑戦するそうです。素晴らしいですね。この時間の中で、できるように再調整したんでしょうね。もしくは、壊れたところを、例えば最低限のデータが取れるように、修復したとか、多分そういう対応したんでしょうね。ジュラカの結果取れましたというグラフやな。はい、飲んでます、飲んでます。ですね、ロケット自体は各校1機ずつありましたので、おそらく、打ち上げが終わって破損してないロケットをもう一回使うという形ですね。あ、延長、あ、残り何分だろう。成功祈るぜ。卵保護システムとコラボすればよい。法政第二の地獄レベルも楽しみ。そろそろ入ってですね、30分あったんで多分足りると思うんですけど、念のため延長しておきました。成功の
次の発車までは探せるぜ。ノートパソコンのバッテリー交換します。多分切れないと思いますけど、何かあったら切れちゃうかも。はい、バッテリー交換無事完了しました。バッテリー交換完了。あ、ですね、今ですね、ロケットが見失わないように画面わざと暗くしてありまして、雨が降りそうな天気ではございませんよ。雲の量は増えてきましたね。ありがとう。荷物乗せた方がいい。だからですね、一機ですね、回収できてない、サットがいるようです。ちょっとロストしてしまっている機体があるようで、探索に行っていますね。この競技はですね、特にゴールは設定されておりませんで、ロケットで、カンサットと呼ばれる、ミニ人工衛星、機関サイズのミニ人工衛星を上空に飛ばして、250メートル上空から落下させます。で、パラシュートだったりですね、プロペラだったりですね、いろいろな手段で降りてくるんですけど、その降りてくるまでに、高校生が、考えた人工衛星としての、機能観測がちゃんとできたかどうかっていうのを、競う競技でございまして、その結果はですね、この後4時からですね、放送します。4時から枠別に取ってありますので、番組詳細の方からですね、辿っていただければ。ですね、ピーピー音がしてたのはロケット本体の方です。で、結構ですね、この。
なので結構ですね、そのチームによっては、監査棟に GPS を積んで、かつ、無線通信をしますって言ってたチームが多かったのは、こういうことが原因なのかなっていう感じですね。上松英樹さんがいます。さっきのキャリア被害でなかったやつかな。はい、みんな回収してるみたいに見えたがな。彼らの汗と涙でできた観察塔を乗せたロケットを運ぶ。